劇団ドラマティカアクト2ファントム&インビジブルレゾナンス朝日奈ルシカ鳴神嵐役北村亮です。はい、ビジュアル撮影を無事に終えたところなんですけれども、こう今までにない結構なんかオールブラックの衣装に身を包んだ鳴神嵐元井朝比奈ルシカを、撮影したわけですけれども、僕はね劇団ドラマティカ初参戦なのでちょっとどうなるかまだドキドキなところなんですけど、かっこいいビジュアルを撮れたと思うのですごく楽しみが倍増しました。今回の劇団ドラマティカアクト2ファントム&インビジブルレゾナンス、タイトルがものすごく長い、そして言いにくい、はい、でも内容の方はきっとね、伊勢さんが書いてくださるということで、すごくこう濃縮されたなんか重厚なストーリーになるんじゃないかなと勝手に思っていますのでですね。そしてなんかドラマティカのメンバーでこう作品を作るって初めてなんで、もう今回は前作のアクト1にはいなかったレオ君もいることですし、もうきっと期待以上のものをお見せできるんじゃないかなと思うので楽しみにしていてください。そして劇場へ足を運んでくださる皆様、作品舞台をねやって幕が開けてもなかなか最後まで走りきれないカンパニーとかもたくさんあると思うんですけど、ぜひドラマティカは本当にみんなで気をつけて最後まで走りきりたいなと思うのと、皆さんもね健康に全員で劇団ドラマティカアクト2を大成功に収めたいなと思っておりますので、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。劇場でお待ちしています。劇団ドラマティカアクト2ファントム&インビジブルレゾナンス、こちら6月24日より東京、大阪、京都で上演いたします。チケットは先行受付中ですので、ぜひともよろしくお願いいたします。劇場で待ってます。